日本と大陸との関係についてですが、馬。あ、馬が、日本に来たのは、高句麗あたりから来たのでしょうか。で、まあ、一般的には朝鮮半島から経由でと言われてますが、北の、だから、沿海省の方から馬が来てる可能性もありますよね。あると思いますよ。絶対あると思います。だって日本の信州とか、もういろんなところにいるのに、お子さん。現地の馬もいるし、ね。ただし、ね、ちょっと違う問題でね、日本語の馬っていうね、日本語はね、馬から来てるのよ。中国語読みから。で、日本人、アルタイ系の人は、一時の子音絶対発音できないので、頭に母音がつくのね。馬が発音できなくて、馬になる。ということは、名前が馬だっていうことは、やっぱり漢字のできる人が持って入ったかなって、なぜからっていうと、満州語とモンゴル語では、馬じゃ全然ない言葉の馬は。森とかね、森とかね、満州語で何て言ったか。とにかく馬系じゃない言葉を持ってる。もし、満州人とかモンゴル人の祖先が馬と一緒に来ているなら、別の言葉があったはずだよね。だからこそ、そのやっぱり交易の商品として馬連れて朝鮮半島から漢字をできる人が来たかなっていう、そういう順番です。ただ、細かいことは分かります。はい。はい、渡来人が日本にたくさん来てますねと。それで、日本、まあ、その中国でいろんな内戦とかがあると、日本にこう、まあ、難民がずっと来るんですが、どういう人たちが日本のどの地域に来たとかっていうのは、なんかそういう見取り図はあるんでしょうか？ないです。ない。なもんだって、なんか字もない時代なの。どうやってわかるの、っていうのがさっきから言いたい。これ私前もって読んでたんで、ほほほほって面白かったんですけど、こういうの日本人は知りたい知りたいって言うの。知りたいって言ったって、そんなもん何にも書いてもないのに、本当にフィクションだよね。諦めてください。それはね、駒神社にどうとかとか、言い伝えがどうとかとかね。ほんで、実は縄文時代から文字があったとかね。もう遡らせたいっていう。それは好きに想像すればいいけれど、ないものは、ない。しかも向こうだって、自分たちがどう受けるようでどうやって来たかなんて誰も思ってないよね。来た人。というのが、なんか、そっけなくて釣れない。はい。はい。いや、でもこれが学者の体験。学者としてはこうですね。はい。はいアイヌ、それアイヌについて、なんか北方の資料に出てきますか、アイヌは。アイヌは出てくるのは元朝時代までない。モンゴル、サハリン、元朝がサハリンを進行しているんです。そこに日本の、世界史の中の蒙古襲来にちょっとだけ出てます。それ以前はない。13世紀までない。そうですね。だから、アイヌっていう言葉が、出てくるのも、日本でも鎌倉時代からですから、その前は分からないんですよね。そうです。残念ながら。はい。なんか、茂木さん詳しい。いや、私が知ってるのは、同じです。ギリアークとアイヌがこう、ぶつかって、で、ギリアークがモンゴルに助け求めてきたんで、カラフトに出兵したっていうことですね。そうです。中村和之さんという、私の友人の方で、唯一研究者。あ、そうですか。はい。彼の論文を使って、本当他何にもない。しょうがないです。はい。かつて日本には世界戦略を練った人たちがいましたと。で、満州国に関わった、携わった責任もありますと。だから、まあ、これから日本人としてこの、地域にどう関わるべきでしょうかと。それは私がなんでこんなふうにいっぱい本書いてるか。モンゴルの研究者だったんだけどね。モンゴルの歴史書いて、20世紀まで来て、で、いろんな本読んだら、まあ、偏ってて、本当のことが全然わからないので、しょうがないんで、満州のことも勉強しまして、それで結構、ずるずるいろんな本書いてるんですけれども、一度は日本が、まあ、宗主国だったり、日本にしたり、北朝鮮のようにね、それを、ごめんなさいで知らん顔するって、本当に、なんだろう、情けない態度っていうか、なんでそんなに日本人は覇気がなくなったんだって思いますよね。責任ありますよ。で、私は、まあ、リベラルの人と、こう、大
会談した時に、負い目があるって言ったんだ、その人が。私は違うって言ったの。負い目じゃないの。そういうのを責任って言うんです。責任感じましょう。満州と北朝鮮、韓国ね。ということは、今、ひどいことをしている私たちは、こんなひどい国にするために出てったんじゃないんだよっていう責任が、そこの人たち。というか、見方をするって言ったら、ものすごいびっくりされて、全員、ジャーナリストを始める。なんて覇気のない日本人なの。がっかりした。ですよね。全部悪かったっておかしいんでしょ。朝鮮人と満州人と中国人が全員いい人でね、日本人が全員悪い人だった。そんなのイデオロギーでしかなくて、全然歴史の真実を表してない。で、こういう時にこれをやったからヘマだったってことは言える。でも、その、悪魔と天使みたいな言い方をするって、それはもう研究でもないし、歴史でもないし。おかしいでしょ。それは未だに日本人がそれで、ジャーナリズムが動いてる。呆れたものは言えないんで、さっきの質問にあって、困難で私たち何すればいいでしょうかって、私はもう全力尽くしていろんなことやってきて、それでも日本人が動かなかったら私のせいじゃないって思うのね。そんな日本人と一緒になりたくない、一緒にしてほしくないっていうぐらいの気持ちです。今かなり怒ってますよ。そう だからまあ見方っていうか、こういうふうに森さんとか本当のこと言いたい人には全力で応援しよう、できることは今これでも今でも何でも知ってます、なんでこんなにひどいかと言いたい。まあ、同じことは台湾も言うんですね。そうです。台湾一度、だからね、一度日本だった場所を日本史として教えないことがおかしいでしょ。今日本じゃないんだから日本じゃない。違うでしょ、歴史っていうのは。で、しかも中国は自分たちが全く関係ないとこまで昔から中国だったって言うけども、日本は、その委任領も含めて、南のね、あれを含めて、本当に日本だったところのことを研究しないの。何の日本史だ。ねえ。嘘ついてるのと同じじゃないですか。ごまかしてる。そう、そう。本当そうですよ。だから台湾の、その、1910年、違った、1895年から、45年までは、日本史の中に書を設けなくてどうするんですか。日本だった台湾というね。そういう教育がゼロだ。なんとかしよう。で、戦後の台湾について全く教えないですね。もう日本じゃないから。何が起こった知らん顔って。それも、だから責任がない。うん、ね、ヨーロッパ人がやっぱり尊敬されるのはね、悪い意味でもね、宗主国に首突っ込むからだよね。それはやっぱり縁があるからですよ。それは。それでは、引き取らなきゃいけない。引き受けなきゃいけない。だから私、その昭和2年のモンゴルと東方でも書いたんだけど、モンゴル、内モンゴルに日本はものすごく手出して影響して日本人が行ってたわけよ。それなのに今の内モンゴルについて報道もしないで知らん顔って、ほんと卑怯だって、これは。弱い者いじめ。に知らん顔するのも加担してくるって思いますよ、日本人。なんでこんなにつまんない人間になったのか、もともとつまんなかったのかな、戦前の一時期だけが覇気があったのかな。ただし、ちょっと一言、私ずっとこうやってモンゴルを研究してきて、さっき言った徳王の部下2人、主人が本当に親友だったんで、聞き書きするのに付き合って、内部事情いっぱい聞きましたけど、なんて言ったかって言ったら、下関を渡って日本の本土に入ったら日本人はみんないい人だったって言ったの。おう、もうどうこれ。うわっと思うでしょ、それ、うん。だからね、やっぱり昔からね、そういうの、そういう面は確かにね、正面から見ないといけない。でもだからといって中国人は全員いい人だとかいうのには反対します。先ほどの毛飯の話も、やっぱり辻正信はダメですよ、あれは。ダメですよ、ね。あんな人、しかもあの人をね、日本が、未だに日本がね、その断罪しないことができる。そう。その生産してないわけ。日本の負の部分。はい。はい。はい。満州に関してです。満州という漢字ですが、先生は必ず山沿いをつけろとおっしゃいますけども、あれは要するにその、確か、明王朝を倒すということで、民が、火、ファイヤーなんで、水で満州。もちろんね、満州人がそんな漢字に詳しかったと思えないけど、うん、まあ、それでもバイリンガルになるし、うん、家来にたくさん漢字が来るし、はい、だからその、わざわざ真の国の名前も、満州というのが元々の満州語で言った民族名を、この漢字を当てたのは、当て字なわけですよ、満州。
満州が、満州の方があるわけ、言葉が先に。音が。だから、これこそが本当の意味の歴史的な文字であって、日本だって八重洲の巣はそのまま残してるくせに、っていうのが私の本の中の最初に書いてるわけです。それをね、戦後ね、三隅外したのは、私たちは昔の満州ではなくて、いい人たちですと言いたかった、そのアホな左リベラルだなと。そうやって。だから最近の学術書は全部三隅入ってますね。左の人も。つまりそれはもう動かしがたい事実だ、うんうん。入れないとお前は学者じゃないって言われるのと等しいので、うんうん、もうそこは結構覚えてますけども、未だに、特にね、教科書とかね、教科書とかなんだろうなっていうかな、ジャーナリズムが、これって決めたらこれっていうね、採点の適切にテストの時もこれでないと受かりませんみたいにしてやるから。岡田秀弘の和国の時代の時に、半島って書いただけで没になる。すごい時代がもっとあった。半島ってリベラルな言葉です。ニュートラルな言葉です。まあ、だから、私の本が結構浸透したので、もう満州の州で、普通の人は、三十月の州になりましたよね。上がりやすいもんね、それは。満州族、あるいは満州人ですね。はい、チベット、モンゴル、ウイグルのいろんなその弾圧の話は入ってきますけども、満州人に対する、抑圧もしくは独立運動みたいな話が全くありませんが、どうなってんでしょうか。はい。清朝が拡大したときに満州人は各地にほんの少しずつ満族満朝といって重要拠点に家族で、派遣された支配階級になったわけです。それでその土地土地の監督官みたいにして政治をすることになって、で辛亥革命が起こったときに満朝っていうのはそのこちらの漢族のいわゆる城壁のある町の外側に満城ってあって、もうあまりにはっきりと分かりやすかったので、多分全員殺された。それを中国人は言わない。それで地下に潜りました。満族っていうだけで殺されることが分かったので、でしかももうその時バイリンガルで漢字全部分かって読めたので、中国人のふりをすることができたので、その辛亥革命の後中華民国が始まった時に、満州人、満族は、今満族っていうのは、満州人っていうことはタブーにしてるね、満州国と一緒にね。それでその人たちは、中国人のふりをして、一世代経ったら、もう満州語はできない。うん。ということで、全員、隠れたというか、地下室に潜っちゃったんですね。でも、それでも、北京の風洞というあれは、全員あれは満州人の公務員宿舎だったので、風洞の所有者は、全員が満州人と思っていいわけです。貴人と言います、旗の人ね。それで毛沢東があそこに難民を押し込むことにしたのね。家のない人に、北京に暮らさせるっていう、もうとにかく言う政策はすごい綺麗な。それでどうしたかって言ったら、その貴人だけが住んでいた、その北京の街路、町を、ほとんど無償あるいは強制的に供出させて、一部屋だけ元の家主に残してやるということにして、で、一家族が住んでた非常に広いところに、60家族ぐらいを送り込んで、どうなったかって言ったら、あった中庭全部潰れ、2階に掘ったて小屋を作り、もうむちゃくちゃな住み方をして、私訪ねたら、入り口の立派な門の脇に、本当に何十と電気のメーターがついてる。つまり別の家族が。それでもう、むちゃくちゃスラム街になったと言って、オリンピックの時に壊した。もうすごいでしょ。そうなることが。それ、唯一っていうか、ほんの少し残った美しい風洞が、レストランとかホテルとかになって、風洞巡りの人力車とか言って、売り物にして観光にしてる、うんうん。でも、それでも満州人は中国人になり、のふりをして生き延びたんです。それで、例えば私なんかが北京に行ったら、実は私満州人って言い出したの。も
もう全く中国人 で出世してますよ。やっぱりあのドイツ語できたりで、ね、いろんなことしてね、生き延びたわけです。それで私が何色って聞くわけ。その木って話し発揮っていう八つあるや、何木って聞いたら、確か黄色だと言ってたとか言っておばさんに電話してるわけ。うち何色だったっけとか言ってね。それで私が上皇旗か聖皇旗かって、あの縁取りのある木と縁取りのない木がどっちかって、そこまで知らないって言ってると、こういう状態です。それで何が言いたいかというと、その満州人はもうあの決まった場所に住んでないので、そう、なんだろう、本当にあの反抗もないので、でもね、満州国が最後の輝きだったの。だから日本が満州国を作った時に、おそらくあの いわゆる満州の土地は、地主はほとんど満州人だったはずなんです。肝心の工作やってたとしても。だからでも日本人はもう、その辛亥革命から一世代経ってるから、その中国人、肝心と満州人の区別が分かんなかった。でも記号とかね、あの偉い人で実は満州人っていっぱいいるんですよ。それは日本人のジャーナリストにも分かんなくて、それでしかも日本人の悪いのは、中華民国と差をつけるために満州国にいる人を満州人って言ったわけ。そうだ、もう満州人、満州のごっちゃでしょ、そのパーセントも分かんない、そういう形で、でも満州人はいるんです、いるんですが、そうやって民族のアイデンティティをなくして3世代ぐらい経った。文革の時にそれでもなおいじめられたわけ、満州人。だから燃やしたっていうわけ。自分たちの古いものを。それで、文革が終わって、1980年、小平になった時に、観光資源になることが分かったので、満族村とか、満州人の自治州とか、作り出した。その昔、紀信朝の皇族の誰々がいた場所とかね。そうすると何が起こったか。満族の村とかって言って、一応お墨付きが出て満州人になった。そしたら、そこに、もともともう何世代も前から住んでた肝心が、あ、せっかく満州人の村ができたんだから、僕たちも満州人になろうって満州。なんかもう、全然わかんないです、もう今ね。それでしかも、清朝の古い宮殿を、昔風のものにして観光資源するって言って、昔は赤い漆で柱を塗ってる。赤いペンキを。それから満州語もそのいかにも満州語が残ってるみたいにこう火を額をね漢字と満州語で出すわけ。ところが満州語の方が満州語じゃなくて漢字の一つずつの音を満州文字で書いてるんだ。もう満州語ができる人が全然いない。それで満州語があの外国人の学者で満州語すごくできるのが私の主人も含めていっぱいいるでしょ。で、ジョバニ・スターリン、イタリアから満州語に行って、私たち行かなかったけど、ね、行ってね、みたいな。もう満州語の綴りは間違いだらけだし、そういう漢語のただ、文字だけ使って、いかにも両方やってますよ。それ全部日本人観光客に行けたら。観光満族村。はい。みたいな、はい。はい。で、しかもね、満州族のね、人口がね、文革の時はね、400万人くらいだった。で、1980年代、満足村とか、それ作った時、1500万人。どうやったらそんなことができるって。それでね、私もいろいろ聞いたの。そしたら今の話が一つ。もう一つ。満州人だったら、あるいはモンゴル人もそうだけど、満州人だったら、あの、子供が二人産める。それで、実は私はおばあさん満州人ですとか、言って登録し直すの。あそこのね、あの、民族分別は全部自己申告制なんです。で、満州人とモンゴル人の結婚結構多かったもんね、清朝時代ね。それで、どっちか探してどっちか選ぶとか、8世代前とか言い出すとか、いろんなことがあって、満州人の人口は今増えました。満州語全然できません。で、もう一生懸命勉強会して、で、もうそういうのずっと脇で見てたの。もうこの40年くらい。で、シャマンも、一度死に至れたのを、シャマンを復活させました。金太尉がそれを録画に行ったって言ったら、どこまで本当かね、もう一度徹底的にやられたのを、その昔のことを知ってる頃が、もう一度その儀式を復活させました。作り出してる。それはチンギスハンのお墓もそうだよね。エジェンホローもね、もう一度全部壊してる。じゃあ今あるチンギスハンの墓っていうのは、あ、まあ、お墓の場所はお墓です。あ、お墓なんかない。あれは、あの、オルドスのチンギス半領が、あれ場所、毛沢東の時代に作ったのね。あ、廟、だから、まあ、神殿みたいなもので、お墓じゃないですか、ね、うん。作ったの、はい。作ったら何て言い出したかって、実はこの人に生まれてるって言い出す。なるほど。うん、もう、そういう連続なので、
いや、中国相手に真実の中国史を書くのは難しいんで、私の真実の中国史が1949年にやったから、はい、で終わってるから、次書いてくれって言ったら、嫌だ。何にも本当のことが出てこないのに、どうやって真実書くのって言って、で、まあ、中華人民共和国がなくなったら、もしかしたら本当のことが出るかもしれない。いや、出ないと思うんですけどね、それはね。でも、召喚式については、台湾の方で本当のことが出たのである程度わかります。うん、でも、大陸については本当のこと出ないのに、真実の中国史を私に書けって言われたんで、嫌だと。思います。脱線しました。あ、それで満州人はね、私、国士舘大学21世紀アジア学部で、半分ぐらい中国からの留学生で、で、満州、僕、満州族ですって言って来たのね、男の子。で、満州族は中国でいじめられてます。お前らのせいで日清戦争負けたとか言われてて、本当にもうね、なんでも中国人ってね、逆に言う人たちで、中国人のせいで負けたんでしょうかって言ってやりたかったけど、まあ、その子は若いし、かわいそうだし。でも私の話を聞いて少しでも聞いてます。だから、満州人います。いますけど、表には出ないし、もう、去勢されてしまってる。で、だから、チベットとモンゴルとウイグルが、もうそうできるだろうと踏んでるわけよ、中国は。満州人でも、清朝の支配階級でも国宝のことできたんだから、だから、できると。だから民族っていうのは実は血統じゃなくて言葉ですよね。だから前半の講演で最後に清掃しちゃったのは、その、たとえ、内モンゴルでね、モンゴル語が禁止されたとしても、国外でモンゴル語の文学をずっと語り伝えていけば、それはモンゴル人に残るんですよ。で、それはね、例えば、ポーランド。で、ポーランドはですね、2回滅ぼされてます。で、ロシアによって、もう完全にポーランド側ですね、抹殺されるんですよ。だけども彼らは、耐えて、ポーランド語を守ったんですよね。だから、ロシアが崩壊した時にすぐにポーランドが再建できたので、だから、あるいは、ユダヤ人にとっては、もう2000年間国がなかったんですよね。でも、ユダヤ文化、ユダヤ教、ユダヤの言葉をずっと守ってきたので、だからそこは皆さんにですね、希望を持っていただきたいと。思いました。はい。